てかよ、どうも、さっちゃん。僕は、めちゃくちゃ、体が硬いんですよ。そこで今回はね、簡単に体をね、柔らかくする方法をしていきたいなと思います。それでね、もし柔らかくなったら俺は、タコと呼ばれたい。呼ばれたくないけどね。それじゃあ早速やっていこう。マジで気持ち悪い。まずはね、俺がどれぐらい硬いのかということをお見せしたいと思います。さあ、行こうか。無限の彼方へ、レッツラゴー。ここがピークポイントですね。ピークポイント。絶頂ポイントです。暑いっすね、今日は。さあ、ここからね、どうやってね、体を柔らかくするかというと、こちらのね、お菓子を使うわけでございます。このお菓子を地面に置く、地面に置くことにより、そのお菓子を食べたいがゆえに、地面に口がつくわけですよ。はい。めっちゃうまそうやん。いや、うまいけどね、もう今食べてるけどね。俺は自分の絶頂ポイントを超える。絶頂ポイントってなんだよ。3、2、1、スタンダップバンガード。ちょっと待ってくれよ。思った以上に強敵だった。待って、ビクトも届いてない。ちょっと日本語がおかしい。よし、いける。思いっきり一気にフっていくことによってもう腰が外れても顔がお菓子に届くってわけだ。ちょっと本当に今、本当にこけたよ。いった。わかんねえよ。変えましょう。ギリギリ届くか届かないところに置いて、このお菓子を手で取れたらオッケーにしよう。レッツゴー。本当にギリギリ届かない。声気持ち悪い。あっ、ピッ、いって、届いた。今度はもうちょっと遠くにしました。いきまーす。柔らかいものの言葉を発しながら曲げると伸びやすくなるらしいです。豆腐、ゼリー、プリン、おっぱ、限界を超えろ、リミットブレイク。いった、やばい、立てなくなった。立てねえ。